パット・ベンディット、パトリック・マイケル・ベンディット、パトリック・マイケル・ベンデット、1985年6月30日体は、アメリカ合衆国、ネブラスカ州オマハ出身のプロ野球選手、投手。現在は、フリーエージェント。ベンディット、ベンディッテなどと表記されることが多いが、実際には、ベンディッテと読むのが、より近い。近代 MLB では、グレッグ・ハリスに次二人目となる。 スイッチピッチャーとして知られる。ネブラスカ州オマハで生まれる。イタリア系4世。3歳の頃、父親が両手を同じように使えることを見つけ、それから、キャッチボールやアメリカンフットボールのパントなど、両手両足を平等に使わせる練習をさせた。進学したクレイトン大学では、水の特性の六本指グラブを入手して、両手投げ投手として活躍した。 三年時には、カンファレンス優勝の栄誉に輝き、2007年度のノースウットリーグオールスターゲーにも、南部選抜の一員として、出場、当番を果たした。この年の MLB ドラフト45順目、全体戦3 4 5位で、ニューヨークヤンキースからで指名されたが、入団はしなかった。の、MLB ドラフト20順目、全体620位で、 再びヤンキースから指名を受け、プロ入り。この年は、参加の A-9 スタテンアイランドヤンキースで、クローザーを務め、30試合に登板し、1勝0敗23セーブ、防御率0.83という好成績で、最初のシーズンを終えた。は A 級チャールストンリバードックスでスタートし、6月26日に A 級タンパヤンキースに昇格した。は、A 級 トレントン・サンダーで主に中継ぎとして51試合に登板し、防御率3.40を記録。がトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・アンキースで開幕を迎えた。右肩関節唇損傷のため7試合の登板にとどまったが、防御率2.77を記録した。開幕前の3月に、第3回 WBC のイタリア代表に選出された。 この大会では4試合に登板。右肩の故障のため、左腕のみで投球した。シーズンは7月にルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキース1.2で復帰。8月に A 級単敗昇格。4試合に登板し、8月中旬に A 級トレントンへ昇格。A 級トレントンでは8試合に登板し1勝2敗。 防御率3.97だった。オフは、リーガメヒカーナデルパシフィコに参加し、カニエロスでロスモチスに所属した。は、イタリア代表として、第33回ヨーロッパ野球選手権大会に出場した。2014年11月20日に、オークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。6月5日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、 その日のボストンレッドソックス戦で7回裏より救援投手としてメジャー初登板のグレッグ・ハリス以来20年ぶりのスイッチピッチャーの登板となったこの試合では2回を投げ無失点だった8回裏にはスイッチヒッターのブレイクス・ワイハートと対戦メジャーリーグにおいて後日のパッド・ベンディットルールが初めて適用されたベンディットは右投げを選択し スワイハートからメジャー8月三振を挙げた。6月12日、右肩の張りのために15日間の故障者リスト入りした。故障者リストに入れずに、右肩が良くなるまでは左投げに専念させれば良いのではないかという声も上がったが、両腕で投げられなければ通用しないと、首脳陣が判断した上での措置だろうと解釈されている。その後、8月30日の アリゾナダイヤモンドバックス戦では延長10回から投げ2回無失点でメジャー初勝利を挙げた。2015年10月19日にウェーバー工事を経てトロントブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズでは8試合にリリーフ登板したが防御率5.19ホイップ1.73と打ち込まれ傾向だった。2016年8月6日に後日発表選手。 9月30日にティムロープスと発表とのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。マリナーズ加入後は7試合に投げたが防御率6.08とさらに打ち込まれた。一方で13.1イニングを投げて12奪三振と投球内容がやや改善した部分もあった。合計では15試合のリリーフ登板で防御率5.73ホイップ1.59だった。 オフの12月1日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級タコマレーニアーズへ配属された。3月12日に上位カーレッタとのトレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。この年は、参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーし、52試合に登板して9勝5敗にセーブ、防御率3.3669奪三振の成績を残した。 オフの11月6日に FA となった。2017年11月27日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。の開幕は参加の AAA 級オクラホマシティドジャースで迎え、5月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。左右両方の腕で投球ができるプロレベルでは極めて希少なスイッチピッチャーとして知られる。 元々は右投げであるが3歳の時から父親の指導で左投げも練習するようになった。右では縦に大きく割れるカーブ、左ではスライダーを武器とする。かつては右がオーバースローの本格派、左がサイドスローの南東派と投球フォームやスタイルも異なっていた。直球の最速は右時速 146km、左が 時速 133km イコール大学当時。しかしながら、右肩の故障などによって、右においてもサイドスローに近い投球フォームへと転向し、2015年のメジャー初登板の際には、左右双方でサイドスローからの投球を行った。登板の際に使用しているグラブは、国際ファックスで注文した六本指グラブ、近田豊都市や、グレッグハリスなど、ベンジット以前の、 両、投げ投手のために、水野社が開発したもので、投げる腕に合わせて、左右の手のどちらにも装着できるようになっている。試合中の投球練習、5球まででも、左で2球投げてから右で3球と、両方の腕で練習を行っている。2008年6月19日のプロデビュー戦、タイブルックリンサイクロンズで、9回西一塁の、 場面からスイッチヒッターのラルフ・エンリケスと対戦。スイッチピッチャー対スイッチヒッターという夢の対決を実現させる。当初左で準備していたベンディットだが、エンリケスが右打席に入ったのを見て、右にスイッチ。それを見たエンリケスが、左打席に、と言ったように、1球目を投げる準備におよそ5分も用してしまう。これにゴーを煮やしたベンディットは、審判に抗議。 最終的に見かねた審判が競技の上、まず先に、打者のエンリケスが打席を選択する、要指示。右対右の対決となり、ベンギットが三振を奪って勝利した。打席と投球する、腕の選択では、投手と打者のどちらが優先するかというルールが、リーグに存在しなかったこと、右対左、左対右といったように、打者から見て、 相手の利き腕と逆の打席に入る方が有利であることが生んだエピソードであった。その後、投手が先にどちらで投げるか示さなければいけないという公式ルールが定められた。これは俗にパッド・ベンディットルールと呼ばれている。これを受けて、日本でも2010年の公認野球規則に8.01が追加された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。